見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。秋篠宮家長女、眞子さま29と小室圭さん30が今月26日に入籍する。そんな眞子さまは複雑性 PTSD、心的外傷後ストレス障害と診断された。アスタリスク、アスタリスク、アスタリスク。ただでさえ先行き不安な眞子さまと小室圭さんの今後を、文字通りさらに複雑にしたのが過日の複雑性 PTSD、心的外傷後ストレス障害、診断だ、誹謗中傷と感じられる出来事を、長期にわたり反復的に体験された結果だそうで、眞子さまは中学生の頃から精神的負担を感じてこられたのだという。何をもって、誹謗中傷とするのか判然としないが、いずれにせよ、精神科医の和田秀樹氏が、複雑性 PTSD の患者は、普段の生活にも不自由なさって、就労意欲はあっても、なかなか仕事に就くのが難しいという方もいらっしゃる、本誌、週刊新潮。10月14日号、と指摘したように、眞子さまの行く末が案じられるのだ。そして眞子さまご本人はもとより、娘を見守る母として、彦妃殿下のご心痛も憂慮されるところ、というのも、典子さまは2017年に、お茶の水女子大学人間発達教育研究所の特別招聘研究員に就任されたのですが、そこでの研究テーマが、今となってみると何とも言い難いものでして、皇室関係者、メディアが子供に及ぼす影響を研究。実際、同大学の資料には、紀子さまが研究されてきたテーマがこう記されている。子供期の家庭の的状況、家族関係、メディアなどの養育環境が子供の発達や QOL に及ぼす短期的、長期的な影響に関する追跡研究、思春期、青年期の健康行動の発達など心身の健康や発達に関する基礎的研究。先に紹介したように、眞子さまがお患いになった要因はネットやメディアによる誹謗中傷とされる。そして典子さまはまさに、メディアなどの養育環境が子供に及ぼす影響を研究されていたのである。研究対象とすべきが娘の眞子さまだったとは、何たる皮肉でしょう。選出関係者、なお、複雑性 PTSD の診断を下した NTT 東日本関東病院品質保証室長で、元精神神経科部長の秋山剛医師に、自宅前で改めて見解を尋ねたところ、本誌の質問を一切無視し、記者に一別、もくれることなく、立ち去っていった。週刊新潮、2021年10月21日号掲載。新潮社、